60年前60年前のレンズ60年前のレンズだこれ、まあ、味あるなこれ、うん、記憶の中にある風景を描く時、うん、みたいな。皆さんこんにちは。こんにちは。テレビ朝映像清原です。長崎です。今日は、うん、また外いますけど。そうですね、ちょっと公園に来て、はい、うん、今日はですね、うん、お、何ですかそれ。これレンズペンタックス。なんかでもあれですね、新しくはなさそうですね。古いですねこれは。オールドレンズって言うんです。アサヒペンタックススーパータクマ 55mmF1.8 というレンズですね。これを使ってちょっと撮ってみようかなと思います。今の現代のレンズとどう違うのかちょっとやってみたいなと思うんですけど。昔ってどれぐらい昔のレンズなんですか。1962年から62年、はい、10年にわたり製造されたレンズ。72年まで。俺より年上だ。全然年上。60年前のレンズ60年前のレンズだこれ。描写のバランスがいい、うんうんうん、まあ、ゴーストがすごく綺麗だとかね。うーん、これでもめちゃくちゃ高いんじゃないですか。60年前のレンズですよね、はい、すみません、こんな素手で触っちゃっていいんですか。3500円です。安い3500円です安いなおい。中古屋で中古市場ってそんなもんなんですか。このレンズは割と量産型だから安く買えると思うんですよ、うん、そうなんだ、うん、でもこれの高い絞りが 1.4 とかのやつは多分高いと思うんですよ、はいはいはい、あ 1.8 だからか、うん、あと 50mm とかね。あ55じゃなくて50とかもあって、35もあって、前ちょっと持ってたんですけど、それは高かったです。いわゆる今でいうマキエレンズ的なことなんですか。マキエレンズみたいな、多分そういうことだと思います。あ、はい、これだってもう絞りがだって見えるもんね。これこう絞るじゃないですかこれでほら、はい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 、羽が何枚だこれ。 1,2,3,4,5,6 枚。6枚6枚はね、絞り6枚、羽6枚少ねー、これ魅力的ですねこれね。そっちからも見えるのかな。見える。マウントこれ何ですか。 M42 マウント。 M42 マウント初めて聞きました。ネジですね。ネジ、カメラ側にこうネジこうぐる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 ってつけるんですね。はというやつなんですけど、これを変換するために、ほう、このリング、あ、そういう M42 の変換マウントがあるんだ。から EF に変換するという。あ、変換マウントをちょっと用意しました。あ、本当だ。で、キヤノンのカメラちょっと今ないんで、うんうん、メタボーンで変換します。はいはいはい、変換に変換です。 EF マウントから、はい、E マウントへ、 E マウントへ変換してちょっと使ってみようと思います。比較してみようと思います。普通のレンズ、普通じゃねえなソニーが誇る G マスターレンズの F1.2 50mm、ね、をつけて、撮りたいと思いますけど、うん、このキラキラがどう映るかっていうことですね。今 F が 5.6 ですね、はい、まあ、これはまあいいレンズだから綺麗には見えるっていうことですね、うん、じゃあレンズを変えます、うん、はいはいはい、はいはい、かっこいい。なんか描写はちょっと柔らかい感じがすごいしますよね。パキッとはしてないんだけど、それがまあ良かったですよな、うんうんうん、デジタルっぽさがなくなるっていうんですかね。あそこにアジサイがあるんで、ちょっとアジサイ撮ってみようと思います。アジサイです、アジサイ、うん、キリしてるな。ものすごいシャープな感じがしますね。すごいな。変えていいですか。はい、はい、はい、もらいます。さあ25万円強のレンズに対してこちらのレンズ3500円。もともといくらだったかちょっと分かんないですけど ね、うん、まずまさか3500円ってわけはないですね。ないですね。すごい柔らかいな。本当に最新のレンズってもう本当に描写力がすごいから、逆にそれを嫌がるカメラマンとかもいて、うん、あえて
柔らかさを出すっていうようなことをすることもあるんですけど、まあ、オールドレンズっていうのはもう初めからそれがまあできてるってことですよね。そういうことですね。どうですか、なんか撮ってる感じ違う感じします？いや、わかんない。わかんないんだ。あ、見てみないとわかんない。あ、でかいモニターで見てみないとわかんない。ピンが来てるかもわかんない。ピンが来てるかもわかんない。わかんない。それは問題ありなんじゃないかな。一応頑張ってはいますけど。あ、はい、あ、でもそうか、やっぱそれだけ柔らかい、そうですね、表現になっちゃってるってことなんですかね、はい、なんか、うん、ソニーの GM レンズは、はいはい、結構クリアじゃないですか、はいはいはい、色が、はいはい、コーティングが、はい、これなんかちょっと黄色がかってないですか。ちょっと上向ければわかります。黄色がかってますね、はい、これはあの酸化トリウムの、色が変色したということですね。で、黄色になったということです。あ、はい、これゴールドじゃなくて黄色くなってます、ね、黄色らしいですよ。黄ばんでるってことなんですか。黄ばんでるらしいです。でも味がありますよね。このあたりもね、うん、どういうふうに表現されてるのかちょっと非常に楽しみですね、はいはい、じゃあ戻ってきましたんで、はい、見ていきたいと思います。早速大きいモニターで、はいはい、楽しみ。どうぞ。あ、2画面にしていただきありがとうございます。左が、うん、新しいレンズで、右がオートレンズ。もう今の時点から、うん、どうですか。違いますね。やっぱりちょっとコントラストが薄くなってるのと、やっぱ黄色みがかってるとか、うん、ゴールド気味というか、飛車、うん、がかかってる風、うん、光が入ってきてる風ですね、感じがします、うんうんうん、これとかこの辺とか。あ、これはこれでいいな。もちろんね、 G マスターもすごく綺麗だし、シャープにね、解像度が素晴らしいとは思うんですけど、オールドレンズもね、やっぱりそれはそれで味がありますね。味あるなこれ、うん、アジサイ、アジサイ、あ、これ、うん、左がソニーレンズ、はい、まあ、まあ結構左はパキッとしてますよね、うん、これね。同じ F5.6 でしたもんね、うんうん、やっぱボケ味も違いますね、うん、ボケは後ろの、古いタクスーパータクマの方がかなりふわっとしてるかなっていうところかなっていう、うんうん、やっぱりこう高精細なのはやっぱり当然今の方が、そうですね、描写力っていう意味では、うんうん、やっぱり新しいレンズの方がね、うんうん、素晴らしいと思いますけど、味があるな、かなり、うんうん、オールドレンズみたいな画質が好きな人絶対いますよね。いると思いますね、うん、これいいじゃん。どっちが好きですか。撮るものによるんじゃないですかね、うん、なんか人物とかを撮るのは右のレンズで撮ってみたいなっていう気はしますし、うんうん、なんか商品とかね、そういったものを撮るのは左のレンズの方がね、適してるのかなとか、まあ、あとはスポーツとかもね、きっと多分左のレンズの方がいいんでしょうけど、うん、なんかこう夏の暑い日の再現とかは右、古いレンズ、再現のちょっと昔の再現みたいな、なるほどなるほど、はちょっと右の方がいいかな。あ、そうですね、面白いかもしれない。左は新しい方のレンズは、人間の目で見たものをそのまま綺麗に描写してるみたいなイメージで、そうですね、右の方はちょっとこう記憶の中にある風景を描く時みたい な、うん、なんかそんなイメージがちょっとするかなっていう。あ、いい表現ですね。ちょっとおぼろげなこのなんか、うん、どうだっけぐらいの、うん、がそのこのパキッとしない感じがそういうふうに見えるかなっていう、うん、ことかなと思いますよね。いや、3500円でこれができるっていうのすごい面白いですね、うん、まあなんかひょんなことでちょっと買ってみようかなと思って買ってみたりしては効果があるかなっていう気はしますね、うんうん、すごい効果があると思いますね。だからこれはペンタックスのあれですけど、他にもいろいろあるってことですね。他にもすごいいろいろあって高いのもあるんで、まあ、このスーパータクマの中でも高いのあったりとかして、っていう揃えていったら面白いかもしれない、ね、面白いかもしれないですね。これはまあ試してみてもいいんじゃないかという思いますね。面白いです、はい、というわけでですね、今回はキヨさんが買ったオールドレンズを、はいはい、まあ、現代の、ね、ミラーレスカメラにつけてみたらどんな描写力が見れるのかっていうところでやってみたんですけど、はいはい、僕もすっ
ごい楽しかったです。本当ですか。あの家に眠ってるね、はい、古いカメラのレンズとかって、はいはいはい、まあマウントが違うからつかないとかって思いがちですけど、はい、マウントの変換ってこうやって売ってて、はい、今のカメラにもね、はい、つくっていうのは、はい、いろいろなね表現が広がるんじゃないかなっていうところで、はい、面白いなと思いましたね。おじいちゃんとかお父さんが昔使ってたレンズがあるとかっていう人はちょっとつけてみてやってもいいかなっていう、捨てちゃわないでね、いいのかなとちょっと思いますね。ね、捨てちゃうとね、もうそのレンズって二度と戻ってこないけど、はい、使ってみるの本当に面白いですよね、はい、いいねと思った方はチャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。